充電があんまないんだけどね。杉崎さん、今日はよろしくお願いします。はい、頑張ります。あ、もうここが開かないわけですよ、ここが。そうね、どうすんだっけ、忘れちゃったでしょ。新しいドアノブを購入しました。そのうちまたどっか行かれるから、車の紹介しとくか。もうこのオンボロ車のさ、もうここのエアコンの調節も吹き出し口の調節もできません。ちょうどエアコンはついてないしね。あ、そうだ、忘れてた。それはあるね。そうだ、そうだ。それ壊れてるやつでしょ、今。これ、捨てるやつでしょ。あ、これね。うん、そう、壊れてる。よっしゃ。めっちゃ簡単じゃん。はい、ここ壊れてました。あ、そうだ、もうここが割れたということですね。ははは、ボール。あ、で、鍵をそれ、あ、そっか、これを取って。鍵がね、ここにいる。あ、じゃあもう別にこれ合わせてまたつけるだけ。うん、あと、この、こいつだ。はい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 、これを、あ、だこれも割れてるんだよね。そう、こことさっきのどこだっけ。あ、そうだ、ここがここがこうなってなきゃいけなかった、いけなかったのが割れたと。完璧に割れてる。いけ、あそこも食べたの。ラーメン食べる。ラーメン。やべ、DNA だ。遺伝してるわ、これ。うわ、怖っこれ。よし、取れた。うわ、きったね。取れました。はい、新しいのつけます。もう そうだよね、差し込んで。あ、そっか、その金属を取ったのか。うん、取れた。取らなきゃいけないんだもんね。最悪助手席がぶっ壊れてももう一個これ助手席あるから、うん。で、あ、ほら、うおー。楽しいスケムが。完璧じゃん。よし、再開。鉄の部分少しギュッて上に上がんないかね。
ニッパーかなんかで少しこう開いちゃえばね、ちょっと当たり前に感動する。本当だよ、これ。毎回そうやって。あ、ゆき。あ、ゆき。危ないよ。うん、怖かった？車来たら大人のところにいなきゃダメだよ。ベビースターばらまいてる。無事治りました。ゆうさかありがとう。はい、ゆうきバイバイ。バイバイ。オッケー、サンキュー。